東芝は債務超過の解消を目指し3月末までの半導体メモリー事業の株式売却を目指していましたがより高値で売却するため時期にこだわらない交渉に舵を切ったことが分かりました東芝は当初3月末までに20%未満という条件で売却先を募集しましたが買い手側は経営権を握れないため株式の購入に慎重姿勢でした そのため東芝は条件を見直し時期や比率を問わない形に修正しましたただ3月末時点での債務超過の回避という目標は捨てておらず実現可能性のある買い手とは引き続き交渉を継続するということです